まあ、ずっと伺ってるとやっぱりキーワードは企画あるいは企画会社ということなんだろうと思いますけど、ゴルフの中で移動する時でももう帰りの車の中でも行きでももうこういう画用紙を持っててそこにもう企画をずっと書きまくってて、それでもワッパッパッパ、要するに自分の頭の中で浮かんだことをこう形にしてそれを検証しながらどんどん話していくと、それがやっぱり私にとっては非常にこう楽しみでは生きてる証みたいな、そういうことなんですか。あの僕らが企画屋ってことの言葉の意味、うん、さっきの決断と同じなんですけど、企画屋を選んだってことは事業会社をしないってことなんですね、うん、なるほど。でなぜ事業会社をしないかっていうと、うん、事業会社をやってしまうと、うん、お客と商品が固定しているので、うん、どうしても改善に走るんですよ。あで全てこの接点にエネルギー集中するので、うん、囚われるんですね。これ企業のものがあるからね。そうです、うん、これは守んなくちゃいけない、で頭が全部そっちへ行ってしまうんですよ。なるほど。でそれをやってれば儲かるので、うん、それ以外のことを考えなくなる、うん、現状工程にどうしてもなる、ね、そうです、あるせいぜい修繕改善に、はい、うん、ですからイノベーションと言われることっていうのは、例えば僕は本屋のプロじゃないです、うん、30年前は僕はファッション屋です、うん、その前は不動産屋です、うん、ベルコモンズという商業施設やる、うん、不動産屋がファッション屋をやり、うん、ファッション屋が今度本屋をした、うん、でそういうふうに多分イノベーションをやった人っていうのは業界外の人が多いんじゃないでしょうか。それは佐々木さんいろいろご覧になってると思いますけど、立ち位置をそういうふうに事業やらない立ち位置、うんうん、でかつここの事業の情報をいただけるというか接点を持つために T カードで事業会社の人とも接点を持ってる中でいろいろこうアイデアが湧いてきますので、うん、そのアイデアを形にしてお金に変えていく、うん、でその提案するときにできるだけイノベーションを提案して世の中にも貢献するし企業の収益にも、うん、お客さんの満足にも貢献するみたいな、うん、そんなことをしたいなと思ってる。事業にどっぷり使っちゃダメだし、かといって全く関係ないところでは情報も入らない、一般論しか言えない、出てこない、はい、いうことですね、はい、しかもまあ、その事業やって、事業というか企画をやってる中でも自分の前にやった企画にとらわれないでやる、はい、あの噂の時々手張りという言葉は使われますが、はいはい、それはそういうようなことなんですか。だから僕のとある人にお茶の作法の手張り、うんうん、お前の考え方は手張りに似てるな、うん、企画っていうのは手張りの理だねって僕に言ってくれた人が、手、うんうん、っていうのは守るです、守るです、歯は破る、理は離れる、うん、でこのことは僕の歴史で言うと1983年に僕伝え始めたんですけど、うん、その頃はロードサイド型の本屋さんの、まあ、すごいピークだったんです、うん、でそれは既存の駅前の小さな本屋さん、これを主だとします、うん、昔の本屋さんみんなそうですから、はい、これが主だとしたらロードサイド型の店舗は歯、うん、そういう本の売り方じゃなくて違うやり方であった、うん、違うですね、うん、だから歯なんですよ。ところが僕は本を買う人は本を買いたいんじゃなくて本の中にあるライフスタイル、うん、生き様を見たいんだ、うん、としたらロードサイドではなくて、うん、ライフスタイルを選ぶということで本を売った方がいいんじゃないかって考えたわけです、うん、でそれはまさしく本屋の業界の常識から離れている、はい、でそういうことがなかなか本屋の中にいたら思いつかないので、この理を、うん、あらゆる業界で出していける会社になりたいなと、うん。